庄屋であり、まあ、村尾さん言いましたけど村長なんですけどね、やろう言うたらね、みんながねやろうということで、あと短期間にこう参道の、ね、幅も広げてねやったんですけどね、まあ、そういう意味では本当にねみんなの桜なんですよ、みんなの